へえ。そんなにジロジロ見ないでくれ。ごめんごめん。よし、それじゃあ。見ろよ。わ。ちょっと、何他の女に見…あ、ごめん。皆さん、どこのお店で働く？よかったらうちに来ない？ねえねえ、今の子どこの店の子？案内してよ。え？どうぞ、お待ちしておりました。いつもありがとうございます。お、あんたか、例の写真の女の子は。そしたら実際やって問題。確かに素材は良さそうだったけど。いや、こちら白崎沙織。採用。すごいな、まったく。ぜ、白崎です。どうも。彼女まだちょっと緊張してて喋りがか。実にクールだね。喋は、私接客の経験ないんですが。そんなの全然問題ないですよ。そのルックスなら経験なんて何とでもなります。まずは控室にね。さ、今日だけですよ、山見さん。橋木と正野がこの店でどんな話。その日ついてたキャバ嬢となんとか見つけてみます。店が終わる前に電話します。沙織さんだったね。こっちだよ、ついてきてくれる？さて、接客の経験は。正直全然問題なさそうだね。そうでしょうか。ほら、ちゃんと丁寧語を使えてるでしょ。私は、うちはカムロ町でも高級店の部類に入るから、当然一流企業の幹部クラスが接待に使ったり、そういう人たちが相手の仕事になるから。わかりました。あの、まずはどんな話でもとにかく相槌を打つ。楽しそうに、興味ある。なるほど、褒め殺しですか。そしてグラスが空いたらすぐに注文を促す。あわよくば自分の分もおねだりすればいいんです。ああ、ボディタッチされながらのおねだりとか、おじさんはコロッと参っちゃうから。それは無理です。まあ、女の子は君だけじゃない。同じた先輩の接客を観察して真似すればいい。みんな頑張ります。
し、それじゃあそろそろ開店の時間だ。沙織さんにもさす。スミレです。ミカです。沙織と申します。おー、これ失礼いたします。と、まあそんなわけで会社の窮地を救うため、今で言うところのブラック上司ってやつですか。無茶。でもそのピンチを無事に乗り切られたんでしょ。お、ええ、だってすごく頼りがいがあるというか。感じってそんな気がするってだけじゃん。大事大事、この子はちゃんと見抜いてるの。うちの社長は気づくのが遅いんだよ。ったく。お楽しみ中のところ失礼します。あら、しかし出世する人間というのは多かれ少なかれ。おっしゃる。君はどう？そういう。え？寝てた？寝てないし。ちょっと意義です。
同様の趣旨の発言を異議って、裁判か。こりゃいい。沙織ちゃんは弁護士に向いてるよ。うちの子も。そのお話詳しく聞かせていただいてもよろしいですか。なんかごめんね、フォローしてもらってばっ。え、ああ気にしないでください。キャバ嬢向いてるんだね。私なんかよりよっぽど慣れてそうだったけど。半年くらい？まああの頃よりはちょっとマシになったけどさ、新人の頃はマジ最悪。私がそのことがずっと忘れられなくて、また怒られ。仕事をしてれば誰でもそう。それがね、そのお客さん、え、知らない？男の人が酔っ払って結構すごい人だったんだけど、アドで。創薬センターの橋木。そうそう、ニュースにもなってましたから。私もちょっと、あの日私が注いだお酒のせいで酔っ払って、私がどんくさいせいで機嫌悪くなっちゃって、それで喧嘩なんかしちゃったのかなって思うと、なんか。責任感じちゃってさ。私、ずっと売上全然だし、なんとかして売上出さなきゃいけないのに、どうしても。あの、ミカさん。そのことなんですけど。ミカさんと沙織さん。ごめんね。沙織さん。あ、すみません。グラスが。え、ああそうだね。どうす、景気よくボトルとかいっちゃう。そんなつれないこと言わないで、もっと遊んでみてもいいんじゃない。え、そうそう、たまにはパーッと遊んだ方が。しますよ。よし、ここは。やったー、ボトル入ります。沙織さん、マジありがとう。そんな。ねえねえ、この後終わったら飲みに行こう。え、あ、じゃあ私イーバーを知ってるの、そこに。オッケー、あとちょっとだから、それまでが。もしもし。ああ、半年前、橋木のテーブルについてたこと、店が跳ねた後、テンダーへ連れて行きます。すごいな、完璧じゃん。矢上さんは今どちらですか。うちの探偵事務所。実は沙織さんと別れた後、俺の方でもいろいろ。いろいろ。うん、まあ